ミドデリ、どうも連海ニットです。今日はメバルを釣って燻製にしてみようと思うよ。使うのはいつもおなじみダイソーアーム。このシャットちゃんマジ優秀。君がいれば何もいらない。嘘、一丁欲しい。まだ明るいけど早速慣れていきます。ちなみにそうは匿名アカウントさんに送っていただいたメバルロッドを使っているよ。公式スポンサーありがとうございます。連海ニットはご覧のスポンサーの提供でしぶとく生き残っています。メバルの燻製一回やってみたかったんだよね。白身で筋肉質だから煙でいぶして水分を飛ばせば絶対美味しいはず。でも梅雨入っちゃって少し食いが渋みだわ。一、二匹いれば十分なのでなんとか連れてくれたまえ。まだ明るいし雑談でもしますか。そういえば先週すごい出来事あったんだよ。動画撮りに高知に釣り遠征してたんだけどさ、釣り場でたまたまちょうど四国に来てて赤目を狙ってたたくあんさんとばったり遭遇しちゃったんだよね。獣ことたくあんでございます。赤目釣りに、赤目釣りに負けっぱなし負けっぱなし、本当にもう全然釣れないです。難しい。いやすごい、あの動画めちゃくちゃ良かったです。ドラ全部出るやつ、あれね、取れると良かったんですけどね。あれ見て今日のコーチは赤目をやめようと思ってました、はい、もう対応できないと僕では無理だと思ったんで。でもあれはあれですよ、あのでかすぎたんであって、うんうん、メーターないぐらいのやつが多いらしいんですよ、ルアーって。あー、それは結構取れますよ。あ、そうなんだ。全然2号で余裕だって聞いてもきたんですもん。あ、そうなんだ。相手が悪すぎました。始まりの街で立ての勇者にね、そんなラスボスの言ってましたね。いや本当に怖かったです。もあのドラグ手で触ろうとしてめちゃくちゃ出るやつ。そう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 、すごかった。そのタックルがこれです。あ、あれか。あ、でもライン強化してますよ。3号にちょっと上げて、巻き直したやつです。巻き直して頑張ってください。今夜仕留めます。頑張ってください。僕も頑張ります。お願いします。マジでいい人すぎた。神対応だった。僕みたいな品性の欠け合わないチャンネルに出演させてしまって本当申し訳ありません。本当は高知遠征を動画にするつもりだったけど、当てずっぽでうろちょろしすぎたせいで二坊主くらいました。ハサゴしか釣れませんでした。全部ボツになりました。なのでこの動画での出演になりました。情けなくてすいません。たくあんさんのチャンネルは概要欄から飛べるのでぜひぜひタップ&ゴー。上きちゃ、全然明るいけど食ってきてくれました。キャッチ。キンキラキン。このメタリックな色合いが十二袋をくすぐるぜ。ありゃりゃ、大きすぎると燻製しづらいので今くらいのサイズがもう一匹くらい欲しいところ。足が疲れたのでうんち座りで失礼します。かがうぜ。お兄と様の血を吸うってのか。上等だ、打ち殺してやる。あまり強い言葉を使うなよ、弱く見えるぞ。まだ明るくて表層は望み薄な気がするので長めにフォールさせてボトム付近をネチネチしてみよう。来た、いました。あれ、これ違う、メバルじゃありませんこと。ジーヤ、これメバルじゃありませんことよ。ムキムキジーヤ。お、シーバスだ。メバルじゃない。カバ。カバ、マジで。こいつほんま。あっち行け。マジで嫌い。カトニキビとテンバイヤーはマジで嫌い。クリンとこ刺されちゃった。かゆち。カニ、惨敗にいと。2000 years later. 暗くなっちゃ、この辺でルアーも投げてみよう。あ、あった。あれ、今何か来たと思ったんだけど気のせい。いや、やっぱなんかついてる。
ど、カサゴでも燻製試してみたかったので、ちょうどよきまる。今日はこれで納棺にしよう。逮捕逮捕。それじゃあ燻製にするための下処理をしていくよ。入念に鱗を変えて、内臓とエラを抜き抜き、うわっ、アフターヌマロ内臓脂肪がすごい。産卵を終えて卵に栄養を取られないから身に脂が乗ってきてる。これはお刺身でも食べたい。だが今日はぐっとこらえて燻製にします。下処理終了。そしたら今度は魚を寝かせるための漬け込み液を作るよ。今回は白だしと食塩で冷製。一度煮立てて、水分を拭き取ったらジップロックに詰め詰め。冷ました漬け込み液にひたひたして、冷蔵庫で1日メカセイインコ、セキセイインコ的な。おはよう。一晩漬け込んだら魚を水洗いして燻製工程に移るよ。今回はプラノットブロック。火をつけたらお魚を乗せた網をセット。これで様子を見ながら1時間半くらいビルしていくよ。合間合間でひっくり返して全体的にまんべんなく熱を通していく。めっちゃいい感じ。そろそろ揚げてもいいかも。しっかりいぶせたら最後の脱水。冷蔵庫でまた半日乾燥させるよ。半日経ったら竹串を抜いて軽く炙る。これで完成だぜ。できちゃ。メバルとカサゴの燻製。日は東よりいずる。宴はこの音にて始まる。開始合わせの音。ニートが酒飲んですいません。女性ロマンにかける。さてそれではカサゴから。めっちゃうまくいった気がする。パリパリテカテカやば。比較的うまそうど 120% 振り切ってやがる。いただきます。いやー、正気を保てない可能性があります。僕は正気です。恐ろしいものを生み出してしまった。しまった身がジャーキーのような食感になってて、噛み締めるたびににじみ出す旨味。これはちょっとね、世間は許してくれやせんよ。
どないしよっちゅうねん。次はメバル行ってみよう。なんてこったい、黄金に光り輝いてやがる。僕は正気ですか。なんでこんな美味しいんだろう。煙やら漬け込みやらでこれだけ味を加算してても、ほんのり粘るらしさ、かさぐらしさみたいなのが残ってるの、すごい。言語化できないのがもどかしい。マジでビールが合うわ。この燻製、誰か週一回僕の代わりに作ってくれねえかな。とんでもなく美味しい。少し手間はかかるけど、みんなもぜひやってみてね。ごちそうさまでした。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくね。